おはようございます。日本で戦うために海を渡ってきた愛すべき助っ人たち、今回はデニス・サファテを取り上げていきます。1981年アメリカ合衆国ニューヨーク州に生まれた本名デニス・スコット・サファテはギルバート高等学校を卒業した1999年 MLB ドラフト15巡目でテキサスレンジャーズから指名されましたが、これを拒否、アリゾナ州立大学に進学します。編入したチャンドラー・ギルバート・コミュニティ・カレッジ在学時の2001年、今度は MLB ドラフト9巡目でミルウォーキー・ブルワーズから指名されて入団すると、2006年のフロリダ・マーリンズ戦でメジャーデビューを飾りました。ヒューストン・アストロズにトレードされた2007年には自己最速159キロを記録したほか、メジャー初勝利も手にした右腕でしたが、シーズンオフに MLB を代表する遊撃手ミゲル・テハダの交換要員としてボルチモア・オリオールズに移籍すると、翌年は鎖骨骨折、翌々年は右手の血行障害など思うようにいかないシーズンが続いたのです。しかし怪我も完治した2010年、 AAA で47試合に登板して20セーブを挙げて復活を遂げた頃、クローザーを探していた広島東洋カープはメジャーで5勝4敗、防御率 4.53 の長身右腕に白羽の矢を立てると、 FA となっていた身長193センチ、体重102キロの助っ人は海を渡ってきたのでした。来日1年目から1勝3敗35セーブ、防御率 1.34 と期待に応えましたが、シーズン終盤に鼠径ヘルニアを発症した影響から、翌2012年はキャム・ミコライオと入れ替わり、セットアッパーへ配置転換されると、オフに自由契約が公示されたのです。すると、セットアッパーを探していた埼玉西武ライオンズがすぐに契約。調子を取り戻したサファテはシーズン序盤こそ中継ぎを任されていましたが、途中から不振の大石に代わってクローザーに回るなど、中継ぎと抑えを兼任しながらフル回転の活躍を見せました。しかし西武ドームが非常に暑かったことや、中継ぎか抑えか役割がはっきりとしなかったことから、コンディションの調整に苦労していた右腕は残留に難色を示すと、西武側も自由契約を講じ、抑え不在が響いて2年間優勝から遠ざかっていた福岡ソフトバンクホークスに移籍してきたのです。九州の地にやってきた助っ人は移籍初年度からクローザーに定着し、全12球団からセーブ達成や NPB 史上初の両リーグ30セーブなど次々と快挙を成し遂げると、奪三振率 12.64 を記録してリーグ優勝にも貢献。日本シリーズでは4試合に登板し、1勝2セーブの無双ぶりで頂点に立ちました。翌2015年も自身初の最多セーブのタイトルを受賞したほか、43イニング連続奪三振の日本新記録を樹立。7月21日のロッテ戦では8回2アウト満塁のピンチでマウンドに上がると、すべて150キロを超える速球で3球三振と完璧な火消しを見せたのです。しかし2016年は同点の場面で打たれることが多くなり、自己ワーストの7敗を喫した背番号58は、優勝できなかったのは私の責任だと語るほど、チームの成績に大きな影響を与える存在となった翌2017年、その名は伝説となりました。4月2日に NPB 通算178個目のセーブを挙げてマーク・クルーンの記録を更新すると、7月5日には外国人投手史上初の通算200セーブを達成。8月に登板方から首脳陣と一悶着あったものの、すぐに和解し、絆を深めた後半戦はさらにギアを上げ、最終的に前人未到の54セーブまで記録を伸ばします。
頂上決戦となった横浜との日本シリーズ第6戦では1点ビハインドの9回表に逆転勝利を信じてマウンドに上がると、延長に突入した10回、11回も志願の続投をし、明日の分は残っていなかったと球史に残る36球の熱投を見せて日本一に輝きました。2014年、15年も日本一になったけど、もう先は長くない野球人生だから今回は特別だねと、36歳の右腕は日本シリーズ3試合で1勝2セーブ、防御率 0.00 の好成績でシリーズ MVP に選ばれたほか、外国人選手では初めて正力松太郎賞に選出されると、レギュラーシーズンでも最優秀選手賞に3年連続最多セーブと、タイトルを総なめにしたのです。この時点で NPB 通算229セーブを挙げ、名球会入りの目安となる250セーブまであと一歩に迫っていた難攻不落の守護神は、グリーンジャケットがもらえるんだよね、ぜひ欲しいね、それに合うズボンとネクタイを探さなきゃと口にしていましたが、2018年、ついに体が悲鳴を上げると、翌年から総額20億円の3年契約を結んだものの、股関節を負傷して本来の力を発揮できないまま、2021年11月30日引退が発表されました。私はこの先もう野球をプレーすることはありません、このような終わり方になるとは想像もしませんでしたが、素晴らしいものにはいつか終わりが訪れます。私は最高のチームでプレーする機会に恵まれ、日本一も経験できました。孫オーナーに球団社長、秋山監督や工藤さん、そして全てのコーチとチームメイト、ファンの皆さんに感謝しています。皆さんのおかげでたくさんの困難を乗り越えることができました。日本は第二の故郷です。日本で過ごした11年間を永遠に大切にしたいと思っています。また近いうちにお会いしましょうと感謝を述べて帰国したサファテは、レストランでアルバイト時代に知り合ったジェイダ夫人や4人の子供と共にアリゾナ州の自宅で悠々自適に暮らしているそうです。今の仕事はお父さんだよ。乗馬を学ぶ3人の娘の送り迎えや馬の世話をしたりね。もしホークスからオファーがあれば、外国人のスカウトやアドバイザー的な存在として力になりたいよと夢を語った右腕は、長身から振り下ろすオーバースローで組み立ての8割を占めたという平均球速151キロの剛速球のほか、縦に落ちるスライダーやカーブにチェンジアップを織り交ぜた投球スタイルで高い奪三振率を誇りました。アストロズ時代にジーザスに興味を持ったという敬虔なクリスチャンは、日本人にもジーザスの言葉を伝えていきたいと、同僚助っ人ジェイソン・スタンリッジとともに布教活動も行っていましたが、2019年、ドナルド・トランプを批判した女子サッカー選手とぶつかると、2020年から代表を務めている中絶反対を支持する政治団体の活動や、バイデン政権の政策反対運動など政治的な行動で再び注目されています。ホークス時代に疎外感を感じたことはなかったね。自分のホームがそこにあると思っていたし、それが成功できた秘訣だと思っているよ。日本に何か恩返しができればと、熊本地震の被災児童を試合に招待し、東日本大震災の支援に1セーブごと10万円を寄付するなど、積極的にボランティア活動に取り組んでいたサファテは、迷宮会入りできなかったのは悔しいけど、素晴らしい球場で最高のチームメイトや監督に信頼されて投げられたのは幸せだったよ、森という親友もできたからねと、ブラザーと呼び合った仲間との思い出を語りました。オーロラビジョンにその名が映し出され、ニュースボーイズの楽曲 The
キング・イズ・カミングが福岡ドームに響き渡る中、勝利が約束されたファンのボルテージが最高潮に達すると、神の化身のごとくマウンドに仁王立ちする長身右腕はうなりを上げるストレートで並み居る強打者をねじ伏せ、ホークスに黄金時代をもたらしたキング・オブ・クローザー、デニス・サファテ。いかがでしたでしょうか。これからも海を渡り日本に衝撃を与えてくれた最強の助っ人たちをご紹介していきますので、ぜひご登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。